どうも、カブトです。いやー、暑い暑いしかないですね。ただいまの時刻5時37分、気温が 31.7 度ですね。この風景ね、見ていただけたらわかると思うんですけれども、今日は第三夜市に来ました。さっきまで晴れてたんですけどね、急にね風が吹いて曇ってきました。天気予報はね一時雨になってましたけどね。それではね、もう喉カラッカラなんでね、プレモルやっていきましょう。大地、お疲れ様です。あー、うまい。今日も幸せをかみしめる一杯だな。ソロキャンプ最高。汗だくの後のビールは金メダルですね。今日はなるべく火使いたくねえっす。焚き火はね、火が落ちてもうちょっと気温が落ち着いてからですね。今ねこの気温で焚き火あったらやべえっす。いくらかね風が出てきたんで涼しくはなってるんですけどね。今日の2本目は黒ラベルですね。オリーブオイル、今日もフルボトルです。今日のビールのお供はコテッちゃんですね。そしたらここに定番の刻みネギですね。赤唐辛子、ちょっとピリ辛でね。これね、あんまり入れると辛いですからね、ちょっとでいいと思います。で、最後は卵ですね。宴の始まりです。いただきます。
卵とろとろ。ビールが進むわけだ。今日の3本目はゴルスタですね。今日はビールがうまい。ただいまの時刻6時50分、気温が 28.5 度ですね。今ねライトオンしたんですけれども、ちょっとね雨がパラついてきましたね。雨がね降ったり止んだりなんで、気温はね20度台になったんで焚き火やってもいいんですけど、ちょっとこの雨が微妙ですね。ただいまの時刻7時53分、気温が 28.5 度ですね。今ですね、ご視聴者様のベニちゃんですね、以前もね、来ていただいたことあるんですけれども、今日も差し入れを持ってきていただきました。ドライの500缶と、あとこの提灯ですね、モルツグッとくるうまみ、これモルツなんでね、オープニングいつもねプレモルなんで、これからモルツ飲まないといけないですね。ベニちゃんいつもありがとうございます。来ていただけるのはね本当にありがたいんですけれども、この場所に来るまでのね道のりが結構険しいので、スタックしないように気をつけてくださいね。今日はねこれからねレバニラを作ります。暑い日が続くんでね、ちょっとレバニラでねスタミナをつけたいと思います。ニラね、さあレバー入れてみましょうね。
もう一丁行きましょう。生姜投入ですね。そしたらニラ投入ですね。でここで焼肉のタレですね。トップバリュー、とろっと肉に絡む。そしたらですね、これですよ。生ニンニクみじん切り。これね、絶対キャンパーの味方ですよね。あー、いい香り。これだけで元気が出ますね。これ絶対うまいやつですよね。これね、これもやっぱり赤唐辛子ですね。なんか暑い時ってやっぱ辛いもの食べたくなるんですよね。レバニラはね、やっぱこれでしょう。金宮、久しぶりですね。金宮ね、氷も忘れてねえすからね。レモンとね、ビルキンソンレモン。ただね、グラス忘れちゃったんでね、今日はスノピのチタンマグでいきたいと思います。キヌガンに乾杯。あー、うまい。レバニラいってみたいと思います。これ金宮と合うね。うん、明日から頑張れそう。うん、絶対スタミナつくよね。
ただいまの時刻9時26分。気温は 27.9 度ですね。コテッちゃんやってね、でレバニラやってスタミナがついたところでね、そろそろ上がりますかね。今日の上がりはですね、これも食べました、もやしが超絶うまい、チャルメラ混ぜそばニンニク醤油味、これで上がりたいと思います。これね、この麺がね2袋と、もやしが1袋がおすすめらしいので、そのレシピ通りに作っていきたいと思います。もやしを茹でていきます。よし、もやし、これ麺ね、これね、ここにこのね、もやしをかけるわけですね、これね。粉末スープ入れるの忘れてました。で、もやし専用ニンニクペッパーですね。ん？切れねえな。こうか。もやし専用。混ぜそばなんでね、混ぜちゃいましょうね。ネギいきましょうね。で、また赤唐辛子ですね。これ混ぜそば、ここで追いニンニクでしょうね。
でマヨでしょうね。どうすか、混ぜそば。それではいただきます。これ混ぜましょうね。なるほど。ごちそうさまでした。まぜそばうまかった。ただいまの時刻10時6分ですね。気温の方が 28.1 度です。20度台まで下がりましたね。今日はねいい感じになっちゃったんですけれども、これからちょっとね焚き火を眺めながらこの金宮をねまったりやりたいと思います。ただいまの時刻10時24分、気温が 27.9 度ですね。今日はこれから焚き火を眺めながら金宮飲んでまったりしたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。いやー暑くて目が覚めました。いや朝から暑いですね。ただいまの時刻4時46分、気温 27.6 度です。軽く掃除しましてキャンプ活動再開します。ただいまの時刻5時41分ですね。気温の方が29度です。暑くてもね焚き火やりたいんですよね。さすがにコーヒーはアイスです。バリスタ。
あー冷えてる、うまい。いやーでも朝から暑いですね。暑くても朝ごはん行きましょう。キャンパーは強いんです。今日の朝ごはんはですね、ランチパックのツナマヨネーズ、ツナマヨを久しぶりにホットサンドクッカーで作ってきます。あとはですね、チョリソーエッグですね。スープはですね、まろやかミルク仕立てのポタージュですね。トップバリューです。でサラダは海藻サラダです。いい感じにできましたね。まずはよいしょ、もう一個ね、入ってこい。その間にチョリソーエッグの方はどうですかね。お、いい感じじゃないですか。こんな感じです。あちちち、完成しました。ツナマヨホットサンドとチョリソーエッグ、ポタージュと海藻サラダのモーニングセットですね。第3夜市スペシャルです。それではいただきます。また忘れ物発覚です。ケチャップとソース忘れました。
なのでチョリソーエッグは胡椒とマヨでいただきます。マヨネーズがあればなんとかなっちゃうんですよね。うん、一口サイズだな。うん、やるなランチパック。それじゃあ行ってみようじゃないか。マヨネーズチョリソー。あ、普通にうまいね。うん、普通にうまい。この麦わら帽子から汗が滴り落ちてくんですよね。すごい熱い。ごちそうさまでした。最高の朝飯だな。金メダル。ただいまの時刻7時22分ですね。気温の方が 36.3 度です。いやー、暑いしかないです。キャンプは寒いのはなんとかしのげますけど、暑さは限界がありますね。何やるにしてもね、汗が垂れてくるんでね、いつものように動けないんですよね。そういうわけでですね、朝ごはんも食べ終わったんでね、今日はちょっとね、このサーカス TC の話をねしようと思ってるんですけど、このサーカス TC をね2年半使ってみて、本当にいい幕だと実感してます。焚き火でね、穴だらけなんですけれども、春夏秋冬、雨の日も風の日も雪の日も嵐の日もね、頼りになるシェルターになってくれました。暗闇での河原の野営でもサーカスと一緒でしたら安心してオーバーナイトできました。本当に2年半ありがとうしかないですね。まあ動画でねちょっと上げたんですけれども、新しい幕を購入しましたので、サーカスの方は少し休ませて、今年の夏はアーストリッパーで野に出たいと思います。またすぐねサーカスを使う日が来ると思うんですけれども、まあ一区切りありがとうですね。そしてまたこれからもよろしく。撤収完了です。ただいまの時刻8時9分、気温 34.6 度ですね。橋の上はちょうどラッシュですね。今回も第三野営地、楽しいオーバーナイトでしたね。でもちょっと暑かったかな。暑すぎると虫もあまり活動しないんですね。今回虫が少なかったような気がします。次回はアーストリッパーで野に出ます。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブット TV でした。次回は暑さ対策考えないとな。